力いくで家康殿、東の道から進み小畑城を落とすんじゃ。仕掛けてきたか。皆気を引き締めて迎え撃つのだ。織田の勝つを失えば大義を失う。必ず守らねば。秀吉殿の前では些細なことも命取り、信勝殿のみならず味方が崩されぬようにせよ。最善の道を貫くには味方を生かすことも必要か。敵将を討ち取った。サルメの軍勢をこちらに近づけるでない。そう、任を果たせ。新入りらしくない戦だな。ゼロ、目障りなのだよ。解剖あいつを見て秀吉に迫れる。しては兵が少ない。秀吉殿の真の狙いは一体。徳川を頼らない戦いです。信雄は信長公と似ても似つかぬ臆病者だな。開門。臆病者とは無礼な。待っておれ、目に物見せてくれ。まんまと乗せられようとは。秀吉殿の狙いは信雄殿の釣り出しか。あの鉄砲は進軍の妨げとなる。反撃の隙を与えず神速をもって排除すべし。なるほど、手ごわいな。開門。学殿城に敵が迫っておるか。俺が打ち破ってくれる。開門。信雄は釣り出せ。ここは一旦引っ越し。小畑城へ進む味方を援護するためにも、ここらで小牧山城を進めておくか。この勢いでサルメを討ち取ってやる。まんまと飛び出してきよったか。清正、正則、信雄を突撃しちゃれ。うまい。いや、こちらも負けてはおれん。全軍締め、信雄殿に加勢せよ。ごめんなさい。殿の御為、前へ。敗北条件変更。いざ進め。俺も戦おう、皆と共に。ようやった。皆の者、戦線を押し上げよ。
でさえ抜けば救援に間に合うか。おっと、ここを突破されちゃ体を張った三成さんと四つ星が気の毒だ。今なら簡単に落とせるかもしれんて。タイム！撃てばいいだけのこと。押し通れ。信雄を引きずり出す策はうまくいったな。俺たちは秀吉様をお守りするぞ。ああ、備えておくに越したことだ。強さよ。
程度では俺に傷一つ残せない。忠勝さんどうにかすれば徳川を崩せると思っていたが、敵は忠勝とのバッグを恐れる。徳川の将はあの人だけではない。その働き見事なものよ。将として一回り成長を遂げたな。開門。これは秀吉のみだ。ここで逃げ出しゃ笑いもんじゃな。腹くって相手になってるわい。今までは母上の背負うばかりでした。これからは俺が前に立ち母上を守ります。感激です。これでもいつでも家督を譲れますね。液晶打ち取ったり。皆と共に勝つとはこういうことか。ようやく何かを得たか新入り。この戦の傷は格別なものとなろう。傷に格別も何もありませんよ。それにあなたはまた無傷じゃないですか。と歩調を合わせ完璧な戦をなさいましたね。はありがとうございます。こたびの戦みなよく戦ってくれた。中でも直政お主の働きは見事であった。はい、皆様のおかげでようやくわかりました。徳川にとっての最善とは何か。特に忠勝さん、今までの数々の無礼ひらにお許し願いたい。新入りどうした、熱でもあるのか。いや、熱のせいであのような戦ができたのか。熱があったら戦えませんよ。少しは褒めてくれてもいいんじゃないですか。直政様の言う通りです。父上、さ、仲直りの握手を。この程度で満足しているのか。ダメすぎる。武具の手入れをせねばならぬゆえ、ごめん。直政様、父はあれでもあなたのことを認めて。いいんです。忠勝殿はああでなくては。はい、母上、いろいろご迷惑をおかけしました。ああ、これでもう安心です。すべてを任せてもいいですよね、トラ。いえ、直政さん。はい、いい家のことはこの直政にお任せください。それから
無理に直政と呼んでいただかなくても、俺は当主になっても母上の息子ですから。ああ、なんていい子なんだろう。ドラムツ、思いっきり抱きしめても。ダメです、ダメすぎます。秀吉との直接対決を制した。敗れた秀吉は講和を提案、巧みに家康を傘下に置く。脅威を除いた秀吉は天下統一事業を加速させる。四国九州を制し、朝廷からは豊臣姓を賜った。やがて豊臣秀吉に反抗する勢力は関東の北条、奥州の伊達のみとなった。天正18年、秀吉は北条討伐を決意。降伏した伊達も加えた大軍で北条の小田原城を包囲する。秀吉は北条が降伏しないと見るや総攻撃を指示。物量に勝る豊臣軍は瞬く間に二の丸まで攻め込んだ。徳川軍の直政もまたこの包囲戦に参加する。彼の名はこの戦で天下に轟かんとしていた。神聖の将小田原征伐。最善を尽くす、それだけだ。
お買い得品があります。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。やってみろ、新入り。調子に乗って突出するなよ、ガキ。おじ上、いつまでも子供扱いはやめてくれ。俺は島津のため戦うだけだ。調子に乗って突出するなよ、新入り。はあ？ダメです、ダメすぎます。俺がそんなことをすると思っている時点でダメです。あと、いい加減新入り扱いはやめてくれませんか。俺は島津豊久。さっきの話聞かせてもらった。一緒に頑固な大人たちを見返そうな。なんだ急に。俺はお前と共に戦うつもりは。遠慮すんなって。小田原城、若い力で落としてやるんだ。ああ、ダメだ、ダメすぎる。まためんどくさいのが増えた。
の丸まで攻め込んだが、こっからが本番じゃ。みんな気抜くなよ。小田原城は難攻不落だ。その意味てめえらの身に教えてやら。我が国を分断するとは言われるの。急いで孤立した味方を救い出すんじゃ。ただ地味にゆえの弱点をついてきたか。さてこの窮地でも自制できるか。信じる。突っ込んで戦局を変えたいところだ。ここを抑えよう。それが最善だ。最善を尽くしたまでだ。程度では俺に傷一つ残せない。
からあなたの噂は聞いています。強く美しい姫が北条にいる。ですが手は抜けません。いざ真剣勝負を願います。姫様と勘違いしててもいい。今はこの時たっぷりと楽しみたい。決勝を打ち取った。私は一息つけた。あとは外の味方だ。みんな敵の分断作戦をよう跳ねのけだ。ここらで一息入れよう。前息つく暇はないぞ。豊臣の後継者を撃ち、よう混沌に。かき回している今が抗議だ。豊臣の本陣をかされ。出すぎておる。一応するのだ。なかなかやるな。やめてくれませんか。北条の魂未だ尽きぬ。本丸へは誰も通さんぞ。体勢は濃厚だっちゅうにまだ抵抗するか。北条はまことしぶといの。秀吉様、他の車には内通者がおります。奴らに門を開かせましょう。開門。よし、東からも本丸へ進め。
猿の軍を関東から追い出せ。打ち取った。最善を尽くしたまでだ。過ぎたるものとはまだ勝つのことよ。言わる者は本田平八に挑め。我が功にしてくれるわ。耐えきれん。聞かせてもらう。程度で満足ってことはないですよね。
しないで。開門。ついにここまで来たか。俺と一緒に乱世こうもってにやがれる。手出してくんなら獅子が極むぜ。敵士とは互いに認め合った間柄、一方的に呼ばれては迷惑よなあ、新入り。どの口が言うんですか。やるな。あんな働きができるやつ九州にもそういないぞ。キャンキャンうるさいな。俺はただ徳川のために最善を尽くしているだけだ。俺は島津のため、お前は徳川のため。なんか俺たちって似た者同士だよな、はあ、ダメだ、ダメすぎる。俺にはまだまだ追いついてないぞ島津。それは認める。潔すぎだろ。だから俺はこれからお前を目標に頑張る。絶対にお前を超えてやる。島津は諦めないぞ。じゃあな、俺の好敵手。なんだあいつ。寂しいんですか。武家の娘に生まれた以上、主君のために他家へ嫁ぐのは戦国の習いだ。寂しいんですね。お前な。すまない。どうしても聞いておきたいことがあってな。ああ、直政の口癖のことよ。ダメだ、ダメすぎる。あれはどこで身につけたものか。実は私のせいなんです。私が井伊家の当主だった頃、家臣によくダメだって言われまして、小さい直政は私の後ろによくいたのですが、その家臣に口癖が移ってしまったみたいなんです。なるほど、さようであったか。しかしダメすぎるとは。直政は家臣が私にダメだって言うたびに、その家臣に対してダメすぎるって返してたんです。幼いなりに
母をかばっていたのだな。なんともかわいい話ではないか。ナオトラ、惜しいことをしたな。ごめんなさいが口癖になればまだ可愛げがあった。戦つ、それを言いにわざわざ来たというのか。まったく困ったものよ。はう、やっぱり引退撤回しようかな。直政が戦勝さんとうまくやっていけるか心配です。始末は西軍か。どうした新入り、おじけづいたか。本当にいつになったら新入りって呼ぶのやめてくれるんですか。あなたこそかすり傷がついて戦意喪失しないように気を引き締めてくださいよ。よし、新入りでもあるまいし、拙者は決戦に向け闘志をみなぎらせておる。少しでもためらいやらば母のもとに帰るがいい。戦場で今のように立ち尽くされても困るのでな。ダメだ、ダメすぎる。あなたは励まし方が下手すぎますよ。豊臣軍は小田原城を攻略、天下は秀吉のもと統一された。だが豊臣の天下は長くは続かなかった。秀吉や前田利家が死ぬと満を持して家康が台頭する。それを良しとしない豊臣の将石田三成が挙兵。両者は日の元の中央関ヶ原で激突する。関ヶ原の最前線にはやはり直政がいた。敵陣には名将が数多いる。友と認めた島津豊久もいる。だが直政はただ徳川のため最善を尽くすのみだった。徳川の皆とともに勝利へ突き進むのみだった。徳川の新政は今や徳川に欠かせぬ虚勢となっていた。新政の将関ヶ原の戦い。最善を尽くす、それだけだ。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷していますよ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。
それにはこの決戦一見三成を討ち太平の世をつかむのだ。徳川の先陣は井伊の若備えと決まっている。この決戦でも無駄、一番槍はお前だ。を超えたいんだ。開門。あいつ出てきたか。徳川のために撃たねばならぬか。やはり一番槍は直政か。さすがよな。敵将撃ち取った。左近は三成の側近、撃てば形勢はこちらに傾く。やれやれ、人気者はつらいね。行くぞ攻撃者。俺はこの時をずっと待っていた。邪気すぎる。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。その首もらいます。ジェット。運ある者は本田平八に挑め。死すら覚悟した好敵衆相手に半端な戦をしたものだな。お前は常に最善を尽くしてきたはずだ。どんな戦でも、どんな敵でも。それで俺を励ましてるつもりですか。いや、感謝しておきます。すまん。よくやった。この勢いに乗り勝利をつかもうぞ。東軍の連中すべて打ち果たす。いつまでも好き放題させておくものか。西軍の鬼は井伊の若鬼が止める。開門。敵本陣に続く足を取る。砦を狙い、義経にして無謀な攻めだ。義経、やつに侮れない。心してかからぬ。どうか貸せよ。この砦を敵に渡してはならぬ。何をもたもたしている。砦から出て敵を阻め。約定通り毛利の西軍方は止めくろう。これ以上のことは今はできぬな。そう、必ず最後まで果たされる。敵は俺たちが食い止める。義経、読めたぜ。南の進攻は陽動、敵の本命は北だ。
本陣北に兵を回せ。さすがだな、タカトラ。一度の流れを見抜いたか。タカトラと義経、手の内は互いに鬼と意識。その心戦わなければならない。誰に挑むとは勇敢な勝負。それまで。直政水産、とりあえず限界ですかね。ここらで一旦行きましょう。最善に尽くしたマダリ。勇ある者は本田平八に挑め。見事徳川の前方に直政ありよ。義経を捨ておけば被害が大きい。小早川を寝返らせ、一気に畳みかけよ。この大筒が裏切りの合図か。小早川に対する備えは万全だ。家康、一気に畳みかけさせてもらうぞ。ヒッカーで動かれよ。驚いている暇はない。今は味方を救う。それが最善だ。このままでは本陣が危ない。加勢してくれ。本田平八に挑め。なせ相手となる。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。大将は討ち取った。よく敵に巡り合えた。打ち取った。義継は松尾山に陣取った。あいつがあの用地にいるくらい東軍は勝てる。義継、俺は勝つためには何でもするぞ。全軍松尾山は捨ておけ。三成を狙え。開門。あからさまに俺を誘っているな。だが三成を狙われれば出ざるを得んか。義継の疑心を逆手に取った見事な策だ。おそらく義継は出てそこを撃つ。重要な局面だ。引く長い。救援要請したい。
な親友。押し通す。いいぞ、そのまま走り続けろ。はい、そう。本陣に敵襲、殿をお守りせよ。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。入るか、身のほど知らずね。我が功にしてくれるわ。最善に尽くした魔力。なかなかやるな、新入り。最善に尽くした魔力。三成は撃たせぬ。命に変えても止めてみせよう。ついに義継が出てきた。やつがいても東軍の勝利は確実だ。いざ、これも流れ。俺に傷一つ残せない。でも始末を勝たなきゃならない。東軍本陣に動かしたのうちに撤退する。始末の恐ろしさ、家康に刻みつけてやれ。もうそれに迷いはない。徳川のため島津を撃つ。なお彼に挑むとは勇敢な将だった。なかなかやるな。すべてです。
しまずの扉。ダメすぎる。あの人はそれを最善とは認めない。押し通す。ありがとうな、コロテキシ。走り続けろ殿、どうか生き延びてくださいよ。なぜザコーン。そこ、よしつく、豊洲敵ながら見事だった。あとは三成のみだ。皆で勝利をつかみに行こう。もう一人で突っ走らないのだな。寂しいぞ、新入り。この少年まで冗談はやめてください。無駄口叩いていると置いていきますよ。開門。直政と忠勝が手を携えておる。徳川の世は太平の未来は安泰よ。敵将、我が年次の記憶に留め。あなたも結構突っ走りますよね。ダメですよ、周りと力を合わせない。エゾン武将、俺が大変でそうか。当然だな。水産では俺一人で君の世を持ってみせる。それがお前の最善だったのか。ダメだ、ダメすぎる。そんな独りよがりの最善は俺が叩き潰す。よくやった、新入り。あの、もういいです。それより見てください、俺たち囲まれてます。
この辺にしておくか。はあ？ダメです、ダメすぎます。徳川にとっての最善は完全勝利、違いますか？入ることくらい分かってましたか。そうか、では早々に肩をつけるぞ。もちろんですよ、うん、風がないな。離れ